次は、ホンダ・マリン、アイスショーで、優雅なマイスピンに大きな拍手。3日、フィギュアスケートアイスショー、プリンス・アイスワールド横浜公演。厚生新横浜スケートセンター。2016年、世界ジュニア女王の、ホンダ・マリン、21、ジャルが、ショー前半の演者として登場。フェイビットを演じた。この日のホンダは、女性ボーカルのメロディーに乗った演技を展開。 ジャンプは2回転のコンビネーションジャンプ1本のみに留めたものの、持ち味であるスケーティングなどを披露していった。最後のスピンには会場から大きな拍手が送られ、演技を終えたホンダは笑顔で拍手に応えた。A New Progress Broadway Classics と題して行われる今回のアイスショーは、4日と5日にも同じ会場で、計4公演が開催される。 フィギュア、ホンダマリン、青と紫基調の衣装で、拳握るレイバックスピンに完成。フィギュアスケートのアイスショー、プリンスアイスワールド横浜公演が3日、厚生新横浜スケートセンターで開催され、元世界ジュニア女王のホンダマリン2 1ジャルが出演した。曲はフェイディット青と紫を基調とした衣装で、二回転ループからの連続ジャンプを序盤に飛んだ。 時には拳を握る力強い動作を織り混ぜ、最後はレイバックスピンで拍手を浴びた。今季は東日本選手権6位で8年連続の全日本選手権に出場。全日本ではショートプログラム SP26 位でフリー進出は逃していた。ホンダマリン、きらびやかな衣装でフェディットヒログリーンスアイスワールド横浜公演。 フィギュアスケートのアイスショー、プリンスアイスワールド横浜公演が3日、厚生新横浜スケートセンターで行われ、16年世界ジュニア女王のホンダ・マリン・ジャルはフェディットを披露した。きらびやかな衣装でポニーテールを揺らしながら、美しく華麗なスピン、スパイラルで観客を魅了。2回転の連続ジャンプも決めた。2022から23年シーズンは、東日本選手権で6位に入り、 8年連続の全日本選手権出場切符を獲得。全日本ではフリー進出ならなかったが、自身のインスタグラムで来年もこの場に戻ってこれる様、頑張りますと綴っていた。同アイスショーは5月3から5日にかけて行われる。